ふさ地方ほ負債地方王は、日本の元競走馬、東京優秀、ジャパンカップを買った、ジャングルポケットの初年度3区。2004年の搭載セレクトセールにおいて1億円で落札された。場名のホーオー、ほうおう。はスポーツ放置と、負債地ネットとの共同場名公募により決定された。全イモに、阪神ジュベナイルフィリーズ、優秀牝馬を買った、トールポピー。 週刊賞を買ったアベンチュラがいる。2006年10月8日の新馬戦でデビューし、一番人気に応えて解消。翌月の東京スポーツ杯2歳ステークスでは、ドリームジャーニーやフライングアップルといったオープン馬を押しのけて一番人気にされ、レースでもそれらにセリ勝って、ジャングルポケット3区として、初の重賞制覇を2連勝で飾る。続く、 ラジオ日系杯2歳ステークスでも、札幌2歳ステークス優勝馬の名村マースラを指しき、優勝した。JRA 賞の最優秀2歳ボバは、朝日杯フューチュリティステークスを制した、ドリームジャーニーが受賞したが、同馬を東京スポーツ杯2歳ステークスで破ったことや、無敗で重賞を2勝したことから、不採地方には、有効得票数、289票の4分の1に、 近い76票が投票された。2007年は共同通信杯から始動、ダイレクトキャッチを首さ振り切って優勝し、無敗で重賞を3連勝するとともに、共同通信杯の親子制覇を達成した。その後の札幣賞では、父と同じ一番枠からのスタート。父のように出遅れることはなかったが、広報待機の競馬を強いられ一番人気の、 アドマイアオーラと互いに牽制し合っている間に、マイペースで、ゲタビクトリーとサンェッペリンを、最後の直線で追い込むが捉えきれず、父と同じ三着と初めて土をつけられた。また、サツキ師匠では、デビュー以来初の二番人気で、これも、父と全く同じであった。負けてなお強しの結果に、父子二代での東京優勝制覇にが全期待がかかるようになった。 第74回東京優春では、単勝式のオッズが1.6倍の断然の一番人気に押されたが、見せ場なく7着に敗れた。この敗戦で、父ジャングルポケット以来続いていた東京優春一番人気の、連勝記録が6で止まることとなった。日本ダービー後は、宇治田原優春ステーブルに放牧に出されたが、移動先で、両馬がいないのを寂しがる素振りを見せ、馬体が、 細かしたので、7月5日に帰休した。秋は、神戸新聞杯から始動。一番人気に押されて出走したが、レースでは後方から進むものの、直線で全く伸びずに12着と大敗。天皇賞、秋への出走も視野に入れていたが、菊花賞へ向かい、8着に敗れている。菊花賞後は、ジャパンカップに向かう方針を打ち出していたが、 初のダート戦となるジャパンカップダートに出走した。しかしレースでは前とは大きく離れた11着に敗れ、その後、放牧に出された。年始の中山金杯に出走するが、レース中にまたしてもかかってしまい、15着に敗れる。2月の京都記念でも15着に終わった。4月24日、屈辱園を発症。翌日に引退が発表され、4月30日に、 競争馬登録を抹消された。引退後は、北海道苫小牧市にある、ノーザンホースパークで乗馬となる予定だったが、全員妹のトールポピーの活躍などが評価されて、同じく、関口所有の夫妻チリシャールと共にアロースタットで、ボバ入りすることが決定した。2013年の種付けシーズン途中に種ボバを引退した。すでに去勢されており、乗馬に転身し、 競技会を目指す。2014年7月に札幌市のモモセライディングファームへ譲渡されたが、歩み様の悪さから競技場としては成功せず、2016年10月に故郷の農山ファームへ戻された。その後は離乳した子馬たちの面倒を見る、リードホースとして過ごしている。直線で右に寄れて走る癖があり、ラジオニッ系杯にサイステークスや、 さつき賞では審議の対象にもなった。また、コーナーワークが下手という特徴も父ジャングルポケットからそのまま受け継いでいい。父、母の父も距離に不安のある決闘ではないが、前述のような不器用さが手伝ってか、距離が伸びて結果を出すことができなくなった。また同馬は腰に不安を抱えており、2007年秋頃になると神戸新聞杯、 菊花症とかつての末、足を繰り出すことができなくなった。凡走はこの腰の不安が原因ではないかとも、言われていた。また、腰のこともあって放牧して、ゆっくり静養させようとしたが、放牧先であまりにも寂しがって泣き止まないために、早めに厩舎に戻さざるを得なかった。道馬は、東京優秀で、単勝1.6倍で一番人気に押されたが、 単勝一番人気で馬券に絡めなかった馬は1989年のロングシーウンホニー5着以来であり、単勝一番人気で掲示板に乗らなかった馬は1988年のカーボーイ15着以来である。また、単勝オッズ1倍台での敗戦は1976年の東証ボーイ2着まで遡る。なおインターネット上において東京優秀で、 単勝オッズ一倍台に支持された場は、不採地方以外の全場が、検証場となっているという記述が見られるが、1950年に現行の馬券制度が確立されて以降、他に1954年の第七法試有、1968年のマーチス、1970年のアローエクスプレスが、単勝オッズ一倍台、かつ本場と同様に敗戦となっており適当ではない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。